俺たちだけじゃこの崖は登れないな。結局助けを待つしかなさそうね。ああアザレア、さっきの質問に答えてくれないか。いいわ、私はアスピスじゃない。でもキュリオスの研究施設で生まれ育ったのよ。戦うための教育を受けていたの、小さい頃からね。施設で育った戦うための教育。あなたに最初に会った時、私は実戦訓練のためあの島に連れてこられた。戦車と銃一丁だけで戦って勝つというテスト。だけど一人で自然の中に立っていたら突然戦うのが嫌になって、自分が分からなくなって逃げ出したの。そうだったのか。でもどうしていなくなったんだい。どうしてかしらね、私にも分からない。結局戦うことも避けられないと思ったからかしら。でもアスピスみたいに洗脳されたりはしていないのよ。洗脳だって？アスピスは洗脳されているのかい？ええ、そうよ。彼らの脳には信号受信用のチップが埋め込まれていて、そこには常にキュプソスの洗脳信号が人工衛星から送り込まれているの。キュプソスってなんだい？なんだ？あの MD は知ってるのかい？ええ、エラーとして放置されたアスピスたちよ。製造過程で失敗して欠陥品として捨てられたの。とにかく MD で応戦しよう。Thank you.
なんとか助かったわね。危なかった。もう少し数が多かったらどうなっていたかわからない。そうね、よかった。君は助かったらまた戻るのかい？帰る家なんてないの。何もわからない。どうしたらいいのかわからないの。僕らと一緒に来ればいい。戦いが終わったら一緒にポルタバに帰ろう。ありがとう、ゲン。どうしてあなたは優しいの？え？それは…あなたは私を兵器ではなく人間として見てくれる。変な感覚。アザレア、俺は君が…何？俺は…いつでも君を助ける。え？君が困ったらいつでも。どうしたの？嬉しいの。もう戦いはうんざり。あなたと戦うことなんてできない。きっとこの戦いなんて世界の大きさに比べたら本当にちっぽけなこと。生きていることの意味って何なのかしら。本当にあるの？そんなこと考える暇もなかった。ケン、ありがとう。本当に世界は